えー、人生初スパーチャーです。結婚して3年目の29歳男です。妻と夜の営みができません。私自身、性欲はそれなりにある方なんですが、妻はそうでもないのか、毎晩スキンシップ度パリで共演したくないようですえー、初婚から2年で多分逃げたもしれないと思います。何かアドバイスありますでしょうか？を小遣い性なので、風俗に向行けません。毎晩辛いです。あの、嫌な理由をちゃんと聞いて、なんかあの下手であるとか、なんかゼリーが必要だとかって、そういうなんか対処することで可能な問題なのかどうかを確認すればいいんじゃないかなと思います。